13日金曜日、新町1丁目のプラザ同心で高校生向け企業セミナー企業ライブツ2012が開催されました。この高校生向け企業セミナーは主に高校生を対象に市内の企業の紹介を行い、ものづくりへの興味関心を高めるとともに地域の製造業に対する理解を深め、今後の地元産業の活性化の担い手となってもらうことを目的に平成19年度から毎年開催しているものです。今回のセミナーには市内に事業所を持つ製造業17社の出展があり、市内を中心とした県内の高校生とその保護者、また各学校の進路指導担当者など教育関係者らおよそ240名が参加しました。セミナーは2部構成となっており、第1部では企業メッセージとして今回出展いただいたすべての企業から高校生に伝えたい我が社の魅力と題し、参加者に向けてのメッセージが送られました。各企業の強みや魅力、仕事に対する姿勢、企業に求められる人材とはどういったものかなど、自身の経験なども交えながら語られる企業担当者の話に、参加者はメモを取りながら熱心に聞き入っていました。第2部では参加者が会場内に個別に設置された企業ブースを回り、会社の概要、業務内容などの説明を受けました。各企業ブースでは実際に製造している製品や映像などを用いながら詳しい説明が行われ、参加者は地域の優良企業の担当者と直接話をすることができる貴重な機会とあって、積極的に質問しながら熱心に説明を受けていました。